ございます。おはようございます。朝今 何時ですか。今7時57分。羽田空港です。これから14時間のフライトに行きたいと思います。やっと寂しかったから、そうやっとみんなで行けるんで頑張りたいと思います。なんかあっち行ったら TSM やら NIOS やら NewJ やらね、いるらしいので、ね、リジェクト、ね、リジェクト、ノイジーはノイジーもいるし、結構いるね、結構いるんで、まあ、楽しいブーキャンになると思います。あ、すいません。え、ミッキー引っ越し。いいよ。ガチやで俺。いいよ。ガチやで。え、使う。やる。朝9時です。やるよ。おはようございます。日向っけ。毛布貸して寒い。おはようございます。ゆっくり流して。今起きた。俺たちが起こした。ということで2日目頑張りたいと思います。これからスクリームです。スクリーム。どうした、あれ今さ、リムタックから右やんない？あった、左やった、右やった。右やろ、右やろ。いやいや。待ってね、行くよ。頑張るぞ、終わったら行くよ。オッケー。やって、やって、やって。あ、見ようぜ。いや、ラスト、今いいんじゃない？あれ、ラストか。ラスト、ラスト。頑張れ。頑張れ。いや、これはやらかしてる。おい、何やってんだよ。違う違う違う。ちょっと言い訳させて。ちょっと言い訳聞こう。ラグい、ラグいね、ラグいね、ラグいよね。ドローンいじってんの俺、ハンちゃんやってるの。じゃじゃじゃドローンいじってんのにバイ出るのかなって。じゃあ俺も言い訳、あの俺は助けようと思ってジッパー張ろうと思ったら折れちゃった。もうトロールがトロールを生んだ。絶対勝てた今の試合。絶対勝てたよ。デイスリーでーす。バンカ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 。右やつ当てるのさ、右よ、右に。めっちゃラスト、ラストさん。やった。ラスト、ラスト。待って待って、ナイス！ Yeah, let's go! ナイス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 。めっちゃいいやん。めっちゃいいじゃん、マジで。待ちくたびれた？どう？緊張は？緊張はしてない。いいね。サウジいい練習だった。マジでいつも通り。クリさん、調子は？調子は普通です。じゃあ普通、まあ、普通が一番強いわ。じゃあ緊張してますか。彼は緊張してる？してないでしょ。いや、してないですよ。あ、なんだ緊張はね、してない。僕緊張してない。こんなにアンチとかね、研究したのにパッチで全部変わっちゃった。もうダメだ。面白いこのゲームは。何のためにアンチ研究したんだ俺は。もうやめよう。みんなすごい大好きだこのゲーム。みんな頑張ろうね。もうやるしかないよ。ピロだと、いや、このアンチ多いから、この時はこうやってやりたいよね。全部違う。全部違う。デデ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 デ16番。どこ？リアルタイムで。リアルタイムで自分たちの順位が分かる。だからお祈りとかするとき見てればいい。したくないけど。よし、やるぞ。もう入ってるから。深緑ですね。We will go into the top 10 of a game, especially. これ1枚、これ行こう、これ行こう、これ120、当たる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 、
まあまあまあじゃないですか。まあまあまあ耐えてる耐えてる耐えではある全然耐えてる全然耐えてるだけど全然キルとかはいやそうトポ以外は取れてたから、うん、本当惜しいてかバイト稼いでたしなちょうどリプレイできてる、うん、緊張してない緊張してないですよ、うん、もう緊張はしてないレベルは高いから当たり前だけどラッツゴーラッツゴーラッツゴーThank you, Raven, for what you've given to this community, also what you've given to these guys right here. Oh, my.ニューキャだ、チャンピオンこれ。これさ、いじめない？ニューキャ、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 ニューキャ。左まで行け、ここまで行け。ニューキャ、いいよ。これ、俺、俺、ナイス？オッケー、オッケー、ニューキャって、ニューキャ。ニューキャの、グルーバーゲームくれ。ニューキャマジの、ニューキャマジの。死んで、死んで、死んで、ラストラスト。死んでない、死んでない。ラストラスト。ニューキャマジの、ワット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 、一瞬、あー、スイングくれ、スイングくれ、スイングくれ。一瞬ピクシン？俺らからピクシン、俺らからピクシン。オッケー。逃げるだけ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 耐え耐え耐え全然耐えあれ死のグループなんで全然耐え下に繋げれたもんねいや本当にいやマジちゃんと繋がってるちょうどちょうど60点かな多分明日もっといけるっしょとりあえずビナーズ来ていい1時半のバス乗っていくかでウォームアップでいいんじゃないまあ今日とほとんど一緒やなれ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 よし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 グッナイトグッナイトいやーマジお疲れただ、うん、まあマジ今日大事だから頑張んないとねそれな宮本さんちゃんと寝れましたかねえちょっと寝れたけど疲れ取れてない完全にはなんで分かんない昨日相当疲れてたんだからうんいや実際疲れてたどうだった試合見返して細かいとこ直せばうんいけんじゃないですか、うんデデデデデおいおいや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  Oh my god This was the most stressful ever いける余裕余裕Let's go let's goじゃあ俺30キルするわ。あ、クリプトで30キル。何キルする？40。キルポでやってんじゃん。12試合でしょ。まあその気持ちでいくからね。行こう行こう。気持ちは大事。気持ちがね、気持ち入れていこう。ファイト勝ってるから。後ろの入場に作戦聞く。柳川さん、今日どうするの作戦聞きたいわ気合いっす気合いまあみんな気合いだな
張るしかないんですね。ドームがストライダーズ でここ火力がリキッドだからこいつは注意で、LG がラバサイズ強い、はい、壁は知らん、壁は分かる。で、ここまで降りれるんだっけ、ここまで降りれる火力の右下。あ、でもこいつらも来るけどね、動き見てじゃねえ、もう最初から降りるかどうかだよね、うん、最初降りるアピールはしたまえんじゃない、降りるならパスじゃないとここ危ない、パスじゃないとパスの降りる、とりあえず3連降りたら3連は取れるし、うん、1試合目じゃさ、様子見て仲間よくできない、今回多分移動なんかしてくれるからね、入るのは多分前よりはむずいけど、で移動ミスはほぼないからな、あんまね、で移動ミスしなかったら入れると思うから大丈夫、ここにもサポートがいたいですんだよね、この離れ家とかにも、分かんなかったらぐらいか、頑張るしかないですよ、やるしかない、やるしかない、やったことない、なんとなくスリーとボール大掛け、大掛け、声出す声、オッケー、バイ、ちょっと待って、ちょっと待って、これ待って、待ってナイス、ワッチバック、 I won't always be around、 マジ周り見て、周り見てあ、まっ、これ、ここ今だけ、ここだけ、あー、やばいわ、これオッケー、金の声、どっかここ、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 これマイクル、オッケー、きついわ、これ無理、後ろから撃たれてる、うわー、マジか、うまい、ドロン壊そう、こっち壊そう、こっち来てるかも、ゆっくり、あー、無理だ、ドロン、一枚出る、キラさん一人、ドロン、うわー、もう最悪、マジごめん、お疲れ、いや最後マジ惜しかったな、マジで惜しかった、デカ肉1と注射1しかで外は行ったの、あっつお前男すぎるだろ、アルテッチが強かった、もうすぐ練習だから帰ったら、そうだ、飯食うか、飯食おう、今日のチキンめっちゃでかいよ、まず昨日のよりですか、はるかにでかい、倍くらいある、またお腹痛くなる、ここはまあ、最後な、世界大会で IGL するのが俺めっちゃ久しぶりで、多分そうだっけ、フローラの時も宮家が確か IGL しててフェンネルの時以来してなかったんですよ IGL、 まあメタもメタまああってなかなかむずい環境だったんで、そう、結構移動事項とか多くて、でも結構 IGL の責任が多かったんで自分の IGL 不足感じましたね、移動事項とかあってちょっと IGL 不足は感じたんですけど、このファイト不足っていうのは全く感じなくて、そう、あのちゃんとファイト 3v3 のファイトになればフェンネル勝ってたんで、ほぼ勝率7割以上は絶対あったんで、 LCQ チャンピオンシップはどう移動してどうファイトするかまでちゃんと仕上げて臨みたいです、まあ3日しかないけどちょっと試しながらやろうかなと思ってます、自分自身ボイドに変えてからめちゃくちゃ火力とか安定して操作感がフィットするんですよね、もう俺だけ裏側もうなんかザラザラしたやつに変えてて、うん、ボイドしかなくてザラついてフィットしやすいんですよ、へえ、滑り止めみたいなもん、そうだから俺汗かきやすいけど滑り止めのおかげでだいぶ抑えられてるんですよね、へえ、スティックのなんか感触とかも変えたりできるんで、他の人と違ったりできたんで、まあ、あとはやっぱ自分通常持ちなんで背面ボタンがなきゃ絶対ダメなタイプなんで、あるのもめちゃくちゃありがたいし、もう全てに対してボイドはめちゃくちゃありがたいコントローラー、パフォーマンスマジでめちゃくちゃ上がってます、あとやっぱ世界大会だと何日間もあるんでボイドはめっちゃ俺が使ってるのはめっちゃ軽いですよね、だからそれも含めてめちゃくちゃいい製品です、
っぱ世界大会だから緊張するなって言っても緊張してたんですけど、その一人だけ俺らの前にフェンネルウィーンって掲げてるファンがいたんですよ、男の。やっぱその一人だけですごいなんか俺らパワーもらえて元気出てみんなで頑張ろうってなったんで、ぜひやっぱ応援っていうのは励み、選手への励みになるんで、全然オフライン会場じゃなくてもツイッターでもいいんですけど、何でもいいんで、ぜひ応援してくれたら嬉しいんで、LCQ とチャンピオンシップもぜひ応援お願いします。惜しくもスプリット2、34位でしたが、LCQ もボイドコントローラーと一緒に頑張りたいと思います。応援お願いします。お疲れ様でした。お疲れ様です。